おはようございます、リントロです。それでは早速モーハンのアップで来ましたので、追加モンスターの特殊個体メルゼアの初見討伐にチャレンジしていきたいと思います。さあ早速行きましょう。いや楽しみだね。見た目結構硬そうだったけどどうなんだろうね。はいはい、ちっちゃい信じていますと。ああ、わかりました。王国に光もたらしましょう。ああ、緊張するな。滅城の裁き。城塞工事だね、場所は。いや、普通にな、デザインも良かったし、楽しみだね。で、お団子はね、事前に食べていたと思ったんだけど、食べてなかったので、まあ一応、弱恋食べてこっか。多分、入ると思うんだよね。まあ弱恋と、まあ今期じゃねえわ、今回、隆起変換で、まあ行くので、うん、この組み合わせで行こうと思います。まあ一応ね強化で行くことも考えたんだけど、まあ初見はさすがに隆起変換の方が楽しそうだなと思って。で強化ってね、場合によっちゃそうあんま楽しめずに終わっちゃうみたいな、そういうちょっとイカれた性能を持ってるので、まあ今回は隆起変換で行こうと思います。いやーでもなんか昨日のスペシャルプログラムもめちゃくちゃ熱かったね。なんか振り返りがあってさ、てか後ろでめっちゃしわかってんだけど、この音入ってるかな、入ってないといいんだけど。帰るべき地へ舞い降りた主は、はい、ガチガチやな。闇の化身であったと知る、なぎ払いことごとくを打ち果たし、そんな突き刺さんでもよかったんじゃないかなって思うけどな。今ここに奪還の呪しをあげる。羽かっこいいな、あの裏ね。原始を刻むメルゼナ、蘇る伝説ですってよ。熱盛だな。いいね、そのスマシワを苦痛に歪めてやりたいね。あ、今回フィオレーネさん固定か。まあそりゃそうだよね。選べなかったもんね、盟友ね。はい、頑張りましょう、フィオレーネさん。お久しぶりですね、一緒に行くの。聖地陣だ？なんかちっちゃくね、フィオレーネ。こんな感じだったっけ。まあそうだよね、一応盟友もサイズ感あるもんな。うわー、なんかメルゼナのとこだと思ってあっち行っちゃった。よし飛ぼう。当然そこだろうと思ったら全然違うとこいたわ。こういうのって一番最初にやるときって固定じゃないのか。いましたね、頑張りましょう。ほい。まあでも基本的には動き一緒だと思うからねえ、まあ、そんなにやばいやつになるのかなっていうのが正直なところ。うお、なんだそれ。おお、虫がいないことがすげえマイナスにいたな。よっこい、消費した。まあこれ撃つためにお伝まである、そういうことにしようか。属性の通りはまあそこそこいいね。まあ普通のメルゼナぐらいは通るかなっていう。これさ、連撃だよね。あー、間に合わないのか、突っ立ってるのじゃ。これまたあれかな、カウンターフルチャージ殺し、カウンター武器殺しがあるかもしんないね。これで、はい。あー、なるほどね。翼バッシューンは、その後、うおうおう、激しいな。なんか動きが結構違うね、トリッキーになってるわ、だいぶトリックスターに当たらんのかい。それはまずいよ。 OK、 よし。突き刺しなぎ払いみたいなのが、まあ、ワンセットまであるかもしんない。尻尾突きしてくるかな、してくるね。もう返しちゃうよ俺。あー、やっぱね、終わらねえわ一回じゃ。これカウンターフルチャージ殺しだな。これで突き刺すんでしょ。あー、ダンサーに助けられた今。あ、痛いなこれ、痛い。
か決戦場じゃないからさ、あの四つ葉鳥の方が良かったかもしれないね。うん、なぎはら、あー突き刺す来るわこれで、この後突き刺し、よし、あー反撃重視はダメだった。意外と隙なくない、このペースで攻撃してくんの。超高打ってる暇がないというか、これねー、これ強いわよ多分。こんなん、お、どうした、はい、あー戻そう、戻して、うん、これは打てそうまあおとなしくガードして待ってるのがいいかもしれないね。それが無難のような気もする。 OK、 さてちょっと遠いかなけどいいでしょう。ああ、いいね、めっちゃ入るね。まあ表現性入ってるからめっちゃ入ってるってことでもないかもしれないけど、全然入ってる方だと思いますわ。まあ全然わかんないな、ブンブン、まあ基本連撃だね。まあ例によってこの後突っ込み尻尾、あー、うん、何それ、あー、お怒りね、一回し、もうブン、なんだなんだ、どこだ、あ、ここ、そこ、オッケー、よし、はい、ガード最強ガード最強だね、やっぱ。あー、でもね、まあなんとかなる、なんか両モンスな気がする。これはそんなに理不尽なあれがないというかね、まあ、モーションさえ覚えちゃえばさして問題ないような気はしますね。まあ開幕を釣ったやつが言うことじゃないですが、まあ、永遠にこれ引きずるな。サマーソーバシューン、おお、もう一回増えんのか、なんかちょうど間に抜けた、そっか状態が違うかってことは、これも当然もう一回来んのかいで、なんか来るでしょこれ多分。これはもう追撃ないでしょ、そうだよね、これってメルゼナの中でもかなり威力が高い攻撃だから、オッケー、毒が邪魔、しゃあない、どうしよっかな。でも打っとくか、これ縦強かどうかっていうね、タクだけど、まあここは打っときましょう。体力はどうなんだろうね、まあ通常モンスターだからそんなに間に合わないかな、間に合った、オッケー、よし頑張れ、こっから信用取り戻せ、みんなの、あの一応図でおそらくこいつクソやべえなって思われてるガードが当たってない、ブリンゴ取り戻せ、はい、いやマジか、あーちょっと待って、ガードスガー、あー、かませれてなかったか、そういうことだね、ん、移動早くね、この目で見届けるぞ、はい、頑張りまーす。なんでこんな早く、あー、研ぎたい研ぎたい、ちょっと待って、ダッシュの前に研ぐ、オギ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 、なんか最初はやっぱガード性能たくさんついておいた方がいいかもしれないね。先鋭まで積んだ方が結構安定して立ち回れるかもしれない。またこれから、まあどんだけ積めばいいかっていうのが分かるとは思うけど、ひるませろひるませろ、うわーうわーうわー、突き刺される、うわー、うわー、すげえ連撃、えこれ、まあ、嘘、まだ来んの、嘘、そうそうそう、やばくね、当たんないよね、当たった、何今の、何連撃来た今、6連撃ぐらい、回転剣舞かよ、篠森青志じゃん、やば、お庭番衆や、やばい、あと1打つしかない、開幕もったいね、しかも今のもな、買わせたな、絶対壁際だったからねちょっと甘えちゃったね。いいね、でも反面教師としてはいい働きをできてる気がするわ、俺のようになるんだっていうね、しくじり先生で今日だけでできそう、はい、ドン、なぎ払い、ドン、なぎ払い、まだ来てよね、なにそれ、なにそれ、
しかも竜属性やらになってる。うつし教官がいないからこれめんどくさいやつ。連撃すげえなこの状態。なんか、何それ見えないよ。あっ、うおお、すげえすげえ、なんかかっこいい。え、まだ来んの、まだ来んのお前、嘘だろ。これで終わりだろ。あー、2回やった。すごいねこれ。いや、長州力出てくるわ。すごいねお前たち。あー、何、どうした、どうした、苦しいのか。反動だろさっきの、やりすぎたよな。ほら解除してやるぜ。 OK 終わってるん。あー、あれは1回ぐらいね。 OK 了解。あー、吸われちゃう、チューチュー吸われちゃう。逃げるぞ。これ逃げれるかな。ダッシュ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 。巻き場を、巻き場を、さっきそれでやられた。あれさ、今さ放射処分伸びてなかった。ちょっと待って、全然やばい。いや、ボコボコだこれ。これ一撃でも食らうとやばいぞ。やっのーぐわー、あーぶわー、あーこれさ、ちょっと待って、これ一撃でも食らっちゃダメなやつじゃん。あー、やべー、くっそー、これ強い、楽しい、やーべーな。なんかもう本当に、あ、やべー、食らっちゃった。これ離れて離れて、で回転、サークル、ズドン、いや、わからんな。あ、これ俺狙ってないでしょ。これいけるな。オッケー、なんかすごい、なんかすごい、ちょっと全然満足できてないけど、撃退討伐じゃないってこと。よし、じゃあ防具を見に行きましょう。お疲れ様と、ありがとうございますミネレさん、退けました。はい、伝説のモンスター、ミュウみたいな、あれ幻か、ちょっと違うね、伝説じゃないか。強力な力がつけられそうだよ。原子を刻むメルザナの素材から使える武器は、豪傑やられ状態やスキル血気によるダメージを与えた時の回復量が上昇するという特殊な効果を持っていますと、性能を持っていますと、性質だね。なるほど、まあ悪くはなさそうだけど、まあそんなに強いかと言われたら別にそこまででもないっていう感じがしちゃうね、字面だけ読んでると。結局そこら辺にかかんないと意味ない。でもエアダッシュ型とは相性良さそうだから、そうだ、エアダッシュと相性がいいからさ、これ逆に榴弾瓶の方がいいのかな、そっちの方が噛み合ってるかもしんない。まあ見ましょうか。メルゼナ、メルル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 が、素材足りねえんだけど。スロットやばくない、スロット444よ、マジで。え、攻撃力320、竜属性51か。で強属性瓶、これはどうなんだろうな。まあ使ってみないと分かんないけど、若干物足りない感じがするね。攻撃力もそんなに高くないし、まあ強属性用の、いやでも斧にしては攻撃力ないし、属性も足りないよなこれ。だってさ、バルクのあれ、あ、竜属性発生でいいか、今ちょうど装備してる55か。まあいけなくはないって感じかな、一応使える。まあスロットがあるから多少は、まあそうだね、このスロットでなんとかしようっていう感じだね。そうだね、うん、スロットがいいから、まあここでその竜属性の差額分を取り出せるかどうかっていう感じがするね。まあ
実用的な範囲には入ってる気がしますね。じゃあ次防具見ましょうか。防具はプライマル、カタカナ表記多いね最近ね。あ、頭で血気ね。スロット44442、血気覚醒。はい、攻撃を当てることで回復した回復量に応じて攻撃性能が一定時間段階的に上昇する。これ強いんじゃない？これさ、だからあの豪傑竜士みたいな感じだよねきっと。豪傑竜士ってまあそこそこいい性能持ってたから、これはありかもしれないな。スロットいいしね、防具の。あで、血気覚醒と超会心442、連撃と超会心。あ、いいね。破壊王はついてるのありがたい。しかもスロット44と、かなり優秀ですね、スロットね。うん、はい、といった感じでございましたね。まあ防具も楽しみだし、武器も一応一戦級でまあ活躍できそうなくらいのスペックは持っていたので、全然作る価値あると思います。まあメルズヤ自体もね、インモンスターで、まあ多分あれモーション覚えたらね、まあ、結構早いタイムで狩る人とかもたくさん出てくるんだろうなっていう感じでした。はい、ということで初見討伐はここで終わろうと思います。まあまたね、メルズヤの武器とか、まあ、防具を使った装備紹介とかもおいおい出していこうと思いますので、またね僕の動画見ていただければ嬉しいございますので、ぜひよろしくお願いいたします。それでは皆さん、最後のアフで楽しんでいきましょう。お疲れ様でした。さようなら。